中がなんか今一つ増えてこなくて動いてるせいかなと思って、そう今日なんかそうなったんですよ。でも元気も元気に喋ってます、元気です、本当に元気喋ってるし、多分さ、人のもの食べんくなってるじゃないですか。人のもの、人が食べるものってもらってませんでしたけど、人のもの、あ、人間のもの、そう、人間食べてましたよ。だからパンとかヨーグルトとか、その辺を今やってないでしょ。やってない。だからその分のカロリーですよね。だと思います、と思います、うん。なんか喋りそうな雰囲気あった今。喋りますよ、結構喋ってますよ、結構ね。今何度ありました、あんまり25ぐらい、あ、25ですよ、朝。はい、じゃあいいよ、話が。スプレーですね。ウンチもちゃんとしてるんですよ。そうですね、餌も入ってますね。30% ぐらい入ってる。でも元々じゃあ人間のものがカロリーが大きかったんですか。かもしれない。体重が。でもやっぱ筋肉がちょっと落ちてるからさ。それもありますよね。だから、うん、これ今、うん、飛べないじゃないですか。その分ありますよね。あの、うん、動いてもらうしかないよね。うんうん、ウンチもいいですね。これ今だから来る前、ここに入れた時のウンチですよね。どうしてもすごく欲しないね。うん、入ってる、入ってます、入ってます。触りにくいかな、この分かります。結構テープに近いところで、ほんで3割の 30% ぐらいは入ってます。プチプチした感じの、はい。ふーちゃん行ってみましょう。じゃあちょっと治療しますね。じゃあ抗生症者の羽の付け根、肩の辺と、まあ、全体と、70か、電話出てじゃん。まあでもね、うんちは50出てますよ、ね。まあちょっとこれでちょっと様子見てみましょう。で、まあこれでね、まあ、今日は治療しますけど、はい、お薬また今日出しますんで、はいはい、ちょっと観察しながらね、はいはい、今 A が何回飲めてます、1日3回で、B が1回ですね、はいはい、そういう感じで飲ませてくださいね、はいはい、で次回はまた1週間後、はい、わかりました。変わったことなければね、変わったことがあったら相談してください、ね、わかりました。で、あと、そんな際で昼間ってどこにいます？昼間リビングに住んでます。今います？リビングで、はい、発泡スチロールあったじゃないですか。あ、作った発泡スチロールの保育器、はい、あそこに電気の入ったあれ、はい、あれの上にいたりとか、はい、あそこで遊んでたりとか、うん、あとは結構出たがるので、うん、私お家にいるので一緒にリビングのあったかいとこで下で、はい、そう歩き回ってます。いいですね、子供たち一緒にも、うんうん、まあサイズって喋ってるようだったら遊んでいいと思いますからね、お話もしてますね、はい、で、まあ、夜から朝温めてるの、ちゃんとあれの中にこのカゴに入れて、はい、ちゃんと温めてもやってます、はい、わかりました、はい、まあ、ちょっとまだ寒いから夜から朝はちょっと温かくしておいてくださいね、うん、はい、じゃあ OK です。あ、はい、ありがとうございます。次がある、観察用紙はまあこの続きでもまた見せてください。はい、いいですよ、ここでやってください。はい、いいよ、じゃあ尿検査やってね。
さくらさんの手すりだやつを採血してほしい。まあ点滴は割れたらいいけどね。